こんにちは、渡辺俊則です。本日ご紹介するのは長野にある湯の丸アスリート食堂というところです。僕たちも合宿の時はここで3食食べてます。予約すれば誰でも使えることができるみたいなんですが、水泳選手とか陸上選手が利用することが多いので、入り口にはこのような感じでサインがたくさん書かれてます。ぜひ見に来てください。施設の詳細は概要欄に記載しておきます。まあ、栄養面も管理されていて、2名の管理栄養士の方と10名の調理人の方が入れ替わりで毎日調理されてます。味噌汁の味噌も自家製らしくて、毎日うめーって言って飲んでます。あの牛乳とか野菜とかも地元のものばかり使っているそうで、それも新鮮でうまい。はい、ここからは食事風景です。吉田くんとご飯を食べて、山岸さんとご飯を食べています。ポケモンの話してました。僕のために捕まえてくれたベトベターです。はい、お昼です。お昼はコウタさんとご飯を食べてました。YouTube の話などで盛り上がってました。ご飯系の YouTube をやってみたいそうです。ぜひ一緒に。目の前には下田くんがいました。合宿後半ということで、ちょっとひげが伸び始めています。まあ、気にしてますね。はい、目の前はグラウンドがあります。毎日ここでトレーニングしてます。はい、夕食です。夕食も栄養満点そう。島貫くんです。森田くんです。冗談でタメ口を使ってきたのでちょっと怒りました。嘘です。お気に入りの食券ドレッシングめちゃうま。僕の盛り付けでちょっと雑で申し訳ないんですが、めっちゃ美味しい夕食だった。翌日です。この日はビクターくんと朝食を食べてました。 YouTube でアップするよっていう話をしてます。最近納豆を食べれるようになりました。ちなみにビクターくんも YouTube をやってます。ぜひ登録を。コーヒーを持って帰ろうとしたら下田くんと遭遇。朝練が終わってこのまったりした雰囲気が大好きです。台風一過ですごいいい天気。まあ、午後もめっちゃきつい練習が控えてるんですけどね。そんな話をしていると一色くんが現れました。3人でお茶をして、そんな気持ちのいい朝を過ごしました。今日はこの辺で動画失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。いいねとグッドボタン両方一緒だけどよろしくね。あとアスリート食堂の方もよろしくお願いします。ぜひ。